じゃじゃん、 3D プリンターで印刷というんですかね、 3D プリンターで作ったフィギュアでございますけども、これ何のフィギュアかわかりますかね。ちょっと前の話になるんですけども、グー今とぴのあなたの願い事を 3D プリンターで叶えますというね、プレゼント企画があったんですよ。捕らえられた宇宙人が欲しいなーってつぶやいたんですね。そしたらね、お友達のワッキーさんからこれですかって URL を貼り付けてきたんで、それを見てみたら、まあワッキーさんのブログなんですけど、これそうそう、まさにこれですよ。まさにこの捕らえられた宇宙人、有名な写真ですよね、これね。で、何日か経った後でね、印刷開始しましたっていうね、今とぴ編集部からのつぶやきがありまして、今まさにこの 3D プリンターで印刷してる写真が送られてきまして、またそのしばらく後にできましたって、が、ぶっちゃけ首が若干取れていますって。それからまた何日かしてね、NTT レゾナントさんからこういう封筒が届きまして、これを開けてみるとですね、丁寧に梱包された、プチプチで梱包されたものと、手書きのお手紙が入っておりました。で、開けてみるとじゃーん、捕らえられた宇宙人でございますね。しかしこれ単体で見ると捕らえられた宇宙人というかね、単に手を上げてる人にしか見えないんですけども、かかとの方はね、この宇宙人靴を履いてるのか、ちゃんとヒールが形作られていましたね。で、顎がね、顔がやや尖り気味な感じになってるんで、ツイッターの写真とねちょっと違うんで、比べてみたところ、なんか腕がね、やや太くなって、首も頭もやや大きくなって、壊れにくい感じでもう一回作り直していただいたんでしょうかね、これは。で、これ単体で飾っておいてもね、捉えられた感がないんですよ。全然捕まった宇宙人な感じはしないんで、両脇にですね、他のフィギュアを立てて、完全にこれ捉えられた宇宙人感を演出してみました。いかがでしょうか。これでまさに捕らえられた宇宙人という感じがしますけどもね。ということで、 3D プリンターで作った捕らえられた宇宙人のフィギュアでございました。扱いに困りますね。